い、ということで元気だな。どうもこんにちは、あずかいです。挨拶はメインチャンネルだから今回。こんにちは、こんにちは。あいさつかと言ってみて、今の世界一なりです。そして、今回は何なんですか？今回はですね、皆さんって陰キャじゃないですか。まあまあまあ、まあ、任してくださいよ。任してくださいよ。僕は陰キャですけども、他の3人はね、陰キャの皮をかぶったようじゃん。もう初手で味方同士で潰し合うのやめてもらっていい？僕秋代といえばじゃん。まあ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 、そういう営業でやってますからね、はい。まあ、一応陰キャじゃない。あ、もううるせえ、黙れ。黙れってなんだよ。もういい、こんなこつえ、俺は帰ってやる。こんなんもうやりたくないね、さようなら。あいつ最初に死ぬやつやん。皆さん学生時代陽キャという存在に苦しめられた経験一度くらいはあるんじゃないでしょうか。ごめんごめんごめん、なん、待て、決めてす、やめろ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 、決めてす、何、なんかこの入り2回目じゃない？なんか私もこれやったことある気がする、ね、あ、頭が存在しない記憶、どうして俺がボイス取れてなくてもう一回撮影してもらってるんです今。すごい、めちゃくちゃ長い撮影だったのに何十分なんか1時間くらい撮った気がするけど、僕あんなに頑張って喋ってたのに声からして、なんか本当にメンタル病んだのって炎上以外で初めてですよ、こんな。じゃあ謝罪動画あげろよお前。ね、スーツ姿あげろよ。あの意味わからん髪型で。ね、やめて。デコットってですね。はい、はいはい、もう一回やるのか。もうグループライン開いてますよ。あ、早いな。なんか一週間前の先生の整形の写真があるから。なんか顔でかくないっすかこれ。おかめ納豆のパッケージの人。いや、バカにしすぎだろ。授業を妨害する、かっこ先生が喋っ、先生がしゃ、せ、自分で見たした。自分で見たしたね。かっこ先生が話してる時に喋り倒す。これいつもの俺たちみたいですね。あ、誰かが喋ってる。あー、確かにね。一回別撮りしないで撮りたいよね。編集クソめんどくさいって。先生が怒った時にちゃんと話聞いてる人たちも巻き込まれるから、ほんとやめてほしい。この通りだと思います。じゃあ、次行きます。なんだこの動画。お前責任持って盛り上げようとしろよ。自分でボディで自分で突っ込めよ。いやでもさ、キムテスとアーズカイは最近学生だったかもしれないけど、もう何年前よ、覚えてないって。あのさ、まとめないでお前と私を。先生に関してはもう先生になっちゃったんだもんね。まあ、そうだよね、そっち側だもんな。あ、そういう生徒はいたんですか？いや、まあめちゃくちゃいましたよ、そりゃもう。どうすんのそういう場合。え、もうなんか即出します私。うわ、体罰。体罰じゃないだ、殴ったら体罰だけどさ。だから筆下ろしってことっすか？ファンキーやね、それね、それファンキーやね。はい、学校とか。おいおい、いいか進んで。長いの学校、うん、もう先生の気持ち分かったわ今俺。全然進めさせてくれない。見た、この前の番組。見た。未だ見るか、かわいくない？静かにしろ。羽飛びね、羽飛び、おもろいよな羽飛びね。古いわ。古いピラメキーノな、マジ面白い。ジジイかよ。はい、皆さんが静かになるまで12秒かかりました。短いな。短いな意外と短かったです。有能だよ。学校とかオレンジラインのところで話してるのやめてくれ。特に赤丸、自分の席の後ろの方にたまられると座れないっていう状況ですね。うーざい、これ死んでほしい本当に。この方はエッシー目指してる方ですか？いや、そこまで上手くないだろ。そう、陰キャってやっぱり陽キャに席占領されがちなんだよね。そうなんですよ。自分の席座ろうとしたら、自分の席になんかカバンが置かれてる時はありますよ。うん、いじめやん。そのカバンの持ち主はその席で机の上に座って喋ってたりとか。ああ、いるね。あるあるある。きったね、ケツで。性病だろ。おお、言い過ぎだろ。急に俺たちが悪くなっちゃうからやめてくんね。まあ、可愛い女の子が座ってるんだったらいいけど、汚ねえやつが座んなって話よね。そう、てか可愛い女の子以外汚ねえ。だから特に先生とかは汚ねえ、うん、ちなみに先生のこの写真の人が座ってるってことでしょ。おかめ納豆くせえだろ。納豆くさ、納豆くさ、納豆くさ。これがいじめですよ皆さん、よくないですからね。トイレの扉の前で休み時間中ずっとベラベラ喋りながら前髪直してる女子、トイレに入れないんだわ。これも女子の意見ですね。女子からの意見は大体これだったね、はいはいはい、あー確かに、はいはい、僕もねなんか入ったら前髪直してる女子いたわ。お前女子トイレ入ったことになっちゃってる。犯罪だよお前それ。いた、すげーわかる。なんかさ、トイレでさ喋ってるやつ嫌いだわ。嫌じゃない、尿の音聞かせんの嫌だしさ。割と男子トイレもありますけどね、こんなん。あー、やってる。ワックスガチガチなのよ、高校生。ワックスガチガチ、高校生ワックスガチガチ事件。何その事件。何それ。ないだろ。いや別に今浮かんだだけです、すいません、何でもないです。死ね。女子って集団でトイレに行くよね、絶対。悪口って。それは言ってるだろ、そのためにトイレ行ってんだから。怖いよ女子って、本当に。加藤生物がよ、ベジータみたいなこと言ってるじゃん。くそったれ。出た、決めてすな。ちょっと似てるけど誰かわからないシリーズ。先生に特別扱いされる。あ、でも先生側としていいっすか自分。はい、どうぞどうぞ。やっぱり陽キャって
性格が明るい子たちなわけじゃん。いっぱい喋るやつとさ、なんも喋らんでさ、うじうじ悪口ばっかり言ってる陰キャとさ、どっちの方可愛がりたいと思う？え、まあどっちと可愛がるっていうか、どっちと仲良くなるかって言ったら多分。そうそうそう。うん、まあまあまあ、陽キャ側だよね、まあまあまあ。しかも話を先生に聞くこともできないから、どんどんバカになっていくのか。で、キムテスが出来上がったと。キムテスの完成。あれの果て？おい悪口はそこまでだ。ヒーローの登場みたいに。顔が良かったら別に陰キャでもいいの。あー、そこ気になるわ。あ、でも女性の先生イケメンの方が好きでしょ別に。だからブスの陽キャかクソイケメンの陰キャだったらどっち特別扱いするんですか。あー、究極の二択。ブスの陽キャ。あー、じゃあそうなんだ。じゃあやっぱ明るい方がいいですよ。明るい方がいいよ。整ってなくて陰キャのキムテスとかもいるしね。僕明るいけどね。明るい。明るい。うわー、ということでやっていきましょう。お前ら明るいのイメージがよくわかんない。気も明るい。じゃあ、行きますか、次も。はい。やっていきますよ。席離れてるよ、陽キャ同士の間にも。いつも無駄に声でけえのに、なんか発表の時だけ声ちっちゃくなったり、もじもじしだすところ無理すぎる。もうこいつのダブゲーのが無理すぎる。わかる。陰キャですって自己紹介してるもんな、これ。こんな笑わねえだろ、現実で。てか、こいつも絶対に発表の時、もじもじするだろ。確かに。でも、いつももじもじしてて、発表の時ももじもじしてるんだったら、まだわかるのよ。真面目にやるのがやっぱ格好悪いと思ってる。確かに、キムテスもエーペックスでね、俺らが調子よかったら、おい、ゲームガチかよっていつも言うもんな。こいつゲームガチでやってない自分がかっこいいんでしょ。この前も先生にエーペックスやろうっつって僕一人残ったのよ、最後エーペックスで。で、勝って結構静かに勝った。地獄やん。地獄だった本当に。いや、お前めっちゃ叫んでたじゃん。すごい。え、先生見損ないましたよ。本当だよ、こっち側だと思ってたのに。え、でも実際すごかったの。なんか8分ぐらいの状態で私ともう一人が死んじゃって、キムテス一人だからもうで一人やりなみたいな感じでやってたのに、一人で勝ってチャンピオン取ったんだよこいつ。まあ、ガチじゃないけどね。キムテス、お前ガチじゃないけどいらないよ。悪いけどキムテス以外のグループできてるからここ。え3人グループ LINE の3人じゃないです、もっといっぱいいます。誰がいいんだよ。大声で人の悪口を言う。あるかな。陽キャ、これ陽キャか。陽キャってかいじめっ子かなこれ。いじめだよそれは多分。明らかに聞こえる声で悪口言ってんだろうなみたいなのは何回も遭遇したことあるけど。あ、それは確かにある。あ、下ネタを大声で言って女子になんか笑ってもらいたいから、女子に聞こえるところで下ネタを言うみたいなのあった。もうやばい、おいチンコでっかとか言って、ちょっちょっ恥ずかしい。いやでも今チンコの話、あ、まあ、やっぱ何でもない。なになに、いやどういうこと。僕が本当の陽キャのやつそいつに言われてちょっと嬉しいってなったのが、ションベンをしてたらその陽キャの子が横に来て俺よりでかいって言ったのがちょっと嬉しかったあんたやめて、チンコでかいアピール。いやだから言いたくなかったんですよ今その。だからやめよう。いやでも言わせるように仕向けたよね、なんかわざと聞こえるような声で、あ、やっぱいいですみたいな。あーキモいわ。なんか俺いろんなドクアキルのチャンネルで俺のチンチンのサイズ出てるんですよ。そうだどういうグループこれ。彼女選びできるところ。彼女選び、嫉妬だし選べないだろ別に。いや陰キャよりは選べるよ。だから陰キャはそもそも女子の友達ができないから彼女を選ぶ選択肢なんてないわけ。でも陽キャは友達が多いから、女の子の友達も多いし、彼女になる可能性はね明らかに陽キャの方が高いよねっていう。その発想がもうキモくない。まあそうですよね。そういうもんじゃなくない。別に僕もそう思います。なんか寄り添ってきた。暴れる君出てきた。でもちょっと独身貴族のちなみ先生の意見聞かせてくださいよ。いや誰が独身貴族や。どちらせてるからこいつ。こいつの中の人のアカウント知ってる、めっちゃキモいツイート。よくなんかバズって流れてくるもん。なんかバズるとなんか叩かれてるしな。いいだろ、夜食の女みたいなツイートしてるわ。いや実際元夜食女だからな。え、そうなの。そうだよ。え、そうなんだ。え、元キャバ嬢だよ。え、知らん。初めて知った。ちなみ先生キャバ嬢なんですか。元キャバ嬢だよ。あ、そうだよそうだよ。え、一回も出てないじゃんそんな話。いや見て、出てたよあの。おい、カット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 。彼女ってさ、なんか選ぶもんじゃないんじゃない。やっぱ運命だから。え、ちょっと待って、お前が言うとキモいな。三人の中から誰か選ぶんじゃなくて、御三家なんて言うんだろうな、やっぱ運命じゃない、この人が好きっていう直感じゃん。直感でこの人だと思った人はいたの過去に。僕好きになったことないんだよ。ふうってなんだよ。好きになったことない。コミュ力高すぎ、自分と比べてしまって毎回悲しくなる。いいやつじゃん。陽キャはなんであんなにコミュ力が高い。初対面の相手とさバンバン話せる理由がマジでわかんない。なんでなんのかな、まあ、生まれつきなんじゃない。生まれつきかな、うん、なんで陽キャ側の反応してんのお前。陽キャ側じゃん。逆になんでコミュ力ないのって思う。え、ないんでしょコミュ力。じゃあ喋ってないもん全然。だってジョージ時間がしてこいよ。修学旅行のバスで騒ぎすぎ、移動時間ほんまに思んなかった。担任によると
座席倒すレバー陽キャがおったらしい。怪力だな。陽キャってさ、修学旅行のバスで一番後ろの5人席あたりにいるよ。そうね、そこは絶対陣取るね。でバス入ると予約席って立て札あるもん。うん、ある。陽キャ様専用って。そんなことある？自分偉いって思ってそうでムカつく。もうなんかいいじゃん、イチャモンつけてんだよさっきから。でもね、本当にこんなんしかなかった。卑屈な陰キャからしか来なくて。まあやっぱ卑屈なやつのリスナーだから急に俺刺されたんだけど。チャンネル登録者数バカにしてるんでしょ、低いやつのこと。チャンネル取られてる。上げ足取り出してるじゃん。そういうとこがいいキャなんだよ。